9時になりました。なんか難しい。よいしょ。そう、今日リンコとラーメンを食べに行きました。久しぶりに会った。なんかね、幼くなってた。幼くなってました。なんだろう、髪切ったからかな。お土産持ってないですよ。いやいや、全然。でもいろいろ話を聞きました。自由にやってるみたいです。そう、リンコとそう、 PR 舞台でね、すごい仲良くなった。いろいろ聞いたけどね、リンコからの、本人からのね、お知らせがあると思うんで。元気にやっておりました。ね、でも気まずいっていうか、そう、そう、なんだろう、そう、卒業するときにね、もう絶対にもう絶対に、なんだろう、こう公の場には出ませんってあんなに言ったのに、なんかってことは言ってました。絶対にしませんって言ったみたいな。だから気まずいよねって。でもファンの方は喜んでんじゃないって。そう、うん、喜んでると思うよって。うん、ね。自由にするが良いよ。本当よ。次はね、違うラーメン屋さんに行くと思います。もうここに行こうって、さっきなんか URL が送られてきました。ラーメン仲間です。次もラーメン縛りかな。うん、あ、そう、再販始まったけん、話し会お待ちしてます。そう、ラーメン部、ラーメン仲間、よかった、ラーメン仲間いて。
渡し会、あ、お渡し会もありがとう、待ってます。当たりすぎ。写真集、あ、おめでとうって言ってくれました。あ、写真集おめでとうって、見たよって、あの先行カットも見たよって言ってくれました。早く話したいね。早くてでも10月後半かな。だけどね、遠いよね。遠いよね、もう遠いんですけど、楽しみにしてます。あと一月ね、早く話したいですよね。すぐこうね、日にち決めれたらね、あれなんですけど、まあでもお待ちしてます。お渡し会はそうね、11月の後半ですね。話し会は10月の後半で、リアルどんな感じね。近いと思うけどね。シートあれだっけ、どうだったかな、書いてなかったか。ね、結構近いですよ。前回結構近かったです。確かに PR 舞台の私が近かったですね。そんぐらいだと思う。そんぐらいだと思う。当選した。あー、そうね。ね、もう手伸ばしたらさ、ね、手伸ばしたらみたいな感じ。リアル行くの初めてで緊張するね、それは。怒られちゃうか、スタッフさんに、すみませんって言われるかも。
ちらへってこちらへえみたいなあれいや緊張するよね。オンラインも緊張するけどリアルも緊張するよね。本当ですか。確かにいろいろリアルだったら確かにいろいろわかるよね。実物実物がうん、私もちょっと可愛くします。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございますありがとうございます。オフラインか、オフライン。やったね。本当にお話し会いつからしてないっけ。ああ、そういうの新車買ってもいいですか。いいですよ。許可いりません。許可はいりません。8月、そっかね。そうなんだ。ん？私も買いそうです。どうぞ。マスクないよ。あ、そっか、人によっては5月。やばこんばんは、お疲れ様やん。
いいよね、なんか話し会って話し会ってなんかいいよね。楽しいよ。掛け持ち、いや全然大丈夫ですよ。楽しい、近いし。私の知り合いがサーヤン可愛いって言ってました。ありがとうございます。ぜひお話し会に来てください。勢いに任せて申し込みボタンいっぱい押した気がする勢い大事。シティユで初めてのお話し会、サーヤン、おーすごい、近いのいいよね。緊張するけど緊張しちゃうと思いますか。サーヤン可愛いって言ってました。あ、ありがとうございます。うん、やったね。おしとやか、私、そうね、おしとやか。本当に優しいの？うん、優しいです。高尾探偵に依頼しに行ってもいいですか？あ、いいですよ。うん、初めましてで話しか言っても大丈夫？大丈夫大丈夫。うん、ツーショット、あ、落選だったのかな。ツーショット、あとなんだっけな、広島かな。優しさの塊よね。2月24が残暑ですね。イエーイ、ツーショットだ。1時間目なのにありがたいな。ちょっと早めだけども、早起きはでもいいよ。早起きはいい感じ。最初はどんな子と話したら、やっぱり最初は自己紹介かな。最初は自己紹介とかですかね。名前と顔を覚えたいので、あとどういう方なのかそう、こういうものですと。ね、困った時は自己紹介してくれたらね、嬉しいです。まあでも全然何でも、自分磨き頑張ります。かわいい、私も頑張ります。うん、そうね、好きになったきっかけとか結構気になるかも。
そうね、私もちょっとラーメン控えようかな。でも昨日寝る前にまたなんかファンの皆さんのことを思い出してました。今出歴なんでね。出歴なんでとか言っちゃうあたりやばいっていうか、言っちゃうあたりがツンデレかもしれん。素直に言えない人。普通にそう話してたらね言えるんだけど、話してたら言えるはず、言えるはずだ、きっとさらっと言えるはずだ。さらっと、言えるはず。でも言ってくださいって言われたら言えなくなるからな。言ってくださいってさ、なんだろうな、言われて言うのってさ、本当の気持ちだとしてもさ、なんかなんだろう、ちょっとちょっと違うのかなって思っちゃうよね。そうなのよ、なんかそう素直にこう思った時に言いたいんだけど、うん、でもそれでもいいっていう方がいらっしゃったらね。それでもいいなら、それでもいいんですね。でもいいって方は話し会の時に挙手してくれたらと思います。リアルで挙手してたらおもろいね。あの人。あの人もし
し返してみたいな。え、あの配信を見てた方ならわかる。あの方もしかして。わかる人にはわかる。そうそうそう。そうなんですよ。私テレ屋さんなんですよ。私すごいテレ屋さんなんですよ。知ってますか？萌え台詞ちゃんと言えないもんな。鍛えたらっていうか鍛えたことは、ね、そんなないけど、そう、まあ場数、そうだね、場数踏んだり、そうね、でもちゃんと萌え台詞をね言えるようになりたいと思ってるよ。こんな感じだけど、こんな感じだけど言えるようにはなりたいっては思って4年経ちそうですね。全然だね。どうだろうか。そうなんよ。まあ自分らしくいきますね。結局は。作らずに行こっと。という結論になんかいつもなった気がするけど。話し会はどんな感じか、よくなんか何だろう、思ってたのよりのと違うねって言われます。いい意味で。来てくれた方は分かるかなって感じです。
でも自分は別にそんな意識してないけど。そうですね。一回来てくださったらわかるかな。楽しみ。1時間目はツーショットか、ツーショット、そうね、時間いっぱいあるからね。どうなんだろうか。でも最初の時間の方が元気かもしれないですね。元気かもしれません。確かに。そうだね。そう。そうなんね。お昼ご飯食べたらなんかちょっと落ち着いちゃうんだよね。ガチ寝起き、あ、全然大丈夫ですよ。全然大丈夫ですよ。そう、満腹。確かにお腹空きそうだね。面白い。ね。なんだっけ、お腹いっぱい食べたら血糖値だっけ。もう人間の そうなんや。だけんあんまりね、お腹いっぱい食べすぎたらね、危ないですよ。
早食いはダメ。なんかお腹いっぱい食べれば食べるほどめっちゃ眠くなるよね。あれすごいよね。早く寝なきゃってなるんだよね。人間ってすごいな。ね。いっぱい噛んだら消食で済む。あ、なるほどね。同じ回まだかなあ。 あと1ヶ月後、まあきっとすぐ来るさ。お昼ご飯食べた方が一番眠い。うんうん、ご飯食べた後が一番眠いから、なんか寝る前にご飯食べた方がいいんかね。分かれるよね。え、意外とさ、お腹8分目で止めて、その時はまだ食べれる、まだ食べれるって思うけど、意外と時間経ったらお腹いっぱいになってるんだよね。あ、寝る前よくないの？うん、じゃあダメだね。あ、そうなんだ。でも実際お腹いっぱい食べた後って寝るよりなんかお散歩とかして歩いた方が消化するもんね。ゆっくり食べるのが一番。そうなんよ、食べ過ぎたら苦しくなるからな。あんまりね、そうなんよ、大ぶらない方がいいんですよね。ゆっくり食べないといけない。確かに私よくいっぱい食べて、あのソファーで寝転がったらお父やんにちょっと注意されてました。でもだって食べ過ぎたらもう寝転がるしか方法がなくて家の中いたらもう寝転がるしかなくない？だってきつくて立ってられんもんね。立ってられんのよ。そう、牛になるって言われた。だけんどういうことって思って。どういうことってなったけど。うん。え、そうなん。だいぶ食べ過ぎて。え、そうなんよ。横になったら。意外となんか、なんだろう、いいっていう時もある。いいかな。意的に。なんか、そうなんよ。よく、あの、吹奏楽部の時も、お昼ご飯止めた後、急になんか、きつくなる時があって、その時はちょっと横になってた。そう、寝てないよ、寝てないよ。横になって、もう本当にきつくて、多分早食いしてたんですよ。なんかこうご飯食べる時一人で食べたかったんだけど、
なんだろうな、一人で食べたら食べたでちょっとなんか、なんだろう、みんな的にもあんまり良くないみたいで、だけなんか早く食べてすぐ出て行ってたんですけど、多分それかな。そうだよ。ゆっくり食べなきゃ。でも高岡は早食いだからな、みんなもう慣れちゃったけど、あ、でも多分兄弟はみんな早食い。3人兄弟だからかな。両親はそん、あ、でも早いかも。お父やんは早い。でも多分岡山も早いかもしれない。一緒にラーメンとか食べに行った時ね、めっちゃ早いもんな。お父やんは気づいたら替え玉してて、その替え玉を食べた頃と私の一杯が多分一緒ぐらいだもん。うん、気づかんね。みんな早食いやと気づかんの、早食い。え、結構なんか時々本当に私怖い時ある。なんか本当にお腹空いててプラスめっちゃ美味しいとすぐ食べなきゃって思っちゃうから、噛んでるか分かんないんだよね。噛んでるんだけど多分10回ぐらいでもう飲み込んでると思う。ちゃんと食べな、あ、噛まなきゃね。カレーパン、カレーパン食べた時確かにあれもお腹空いてたし美味しくて、どんだけ噛んだか覚えてない。え、そうなんや。美味しいけんもっと味わわなきゃって思いながら飲み込んでる。麺噛むの難しい。難しいよね。だって飲み込めるもんね。飲み込めるか。え、でも確かにメンバーと食べとるときは意外と早いねって言われるかもしれない。意外と早食いよねみたいに言われるときは少なからずあるわ。あと、なんだろう、意外と食べるよねみたいな。そうなんよね。でしょ、あんまりイメージない。そう、そんなにでも量も食べれないんだけど、イメージ寄りって感じかな。社会人経験があるから早そう。社会人経験、そうね。
社会人の時も確かにお昼休憩秒で過ぎてくよね。確かに早く食べてちょっと寝てたかもしれない。少しでも寝る時間をみたいな。10分20分ぐらいは寝れるって。お弁当はなんだろう、最後らへんはなんか冷凍食品のパスタを持って行ってたな。ビーフシチューとか。美味しいよ。そう、レンジがあったんですよ。美味しい。15分が一番いい。お昼寝ね。その手があったか。え？まさかの。なんかアイデアを、アイデアを披露。採用されました。よかったです。社会人経験をしていて新幹線で爆睡できるサインが羨ましい。あーそっか。そうね、私結構どこでも眠れるもんな。確かに。なんだろう、でもなんだろう、ネックピローとイヤホンがないと私もよく眠れないかも。ありがとうございます。お疲れ様です。ネックピロー、いや結局ちいかわのはなんか見つかってないですね。どこにいたんだろうか。ホットアイマスク、そう、私ホットアイマスクもとてもいいと思ったんだけど、なんだろう、なんか横がメンバーだったら安心なんだけどさ、メンバーじゃない時さ、なんかちょっと怖くて、ちょっと怖いなと思って、なんかしてない。そう、うん、いやね、ふふふ、一睡もできない。あ、そっか。確かに一睡もできなかった時は過去に2回ぐらいはあるかも。本読んだりブログ書いたりしてたけど、どうしても眠れん時あるんよね。何なんだろうな、あれ。自分の体調とかもありそう。私はそう、でも最近はほんとネックピローとイヤホンあったら4時間マックスで
寝れるけどな。そうね、多分寝不足っていうのもありそう。意外と家で眠るの、寝た時間、睡眠時間が2時間とかだったら結構、新幹線で4時間寝て1日ちょうどいいねみたいな。この司会参加するが心がざわついております。時はね、参加しよう。それが一番。そうね、結構新幹線乗るときはね、集合早いときが多いからね。そうなんですよ。乗り心地、うん、いいね。移動中寝れるけんね、いっかみたいななるけど、新幹線の窓あかんね。開いたらすごいことになりそう。うん。ね。ね。そうですね。今日月めっちゃ綺麗でしたよ。今日は、でも満月ではなかった。もうちょっとなのかな、それとももう過ぎたのかな。とっても綺麗でした。もうすぐ明日か明後日か、また明日も見たいな。バーガーの方が可愛い。月見バーガーの方が可愛いです、普通の月より。ちょっと雲はあったけど綺麗でした。まだ月見系のご飯食べてない。もうなくなっちゃうかな。今年なんかいっぱいないですか。月見系のご飯。
そうなんだ。すごい、もう食べ比べしてる人を何人か発見した。はあはあ、今日はカラオケしよっかな。まだあんまり覚えてないけど、タワー、あ、本当だ。かぐや姫来た。ももまるくん、ありがとう。かぐやさん。かぐやうさやん。誕生日です、また1年よろしくって、おめでとう誕生日。パチ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 、ハッピーバースデー。サーヤン推しの1年にしよう。ももまるくん、ちょうど1年前は千日配信で誕生日言えずじゃそういうことか、私言いました、ありがとう。それもすごいね。そうだったんだ、確かにちょっと言いにくかった、千日の時は。素敵な一年に。ももまるくん、じゃーん、誕生日おめでとう。まるくんと話し会お邪魔しますの、よろしくです、よろしく。まるぷーのやったパチ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 、ふんふんふん。充電どうなんだろう。
そうですね。BLT さん、最後のページにサヤンのこと書いてくれてた。あ、そうなんですか。私まだね、見れてないんですよね。多分10月になるかも見れるの。そうなんだ、嬉しい。BLT グラブさん、新種予約したよ、ありがとうございます。やったー。私も多分10月だなー、分からんけど。楽しみですね。予約ありがとうございます。明日届く？何歌おうかな。写真集出します。11月15日です。まだ1ヶ月半先なんですけど。でも今日ね、結構ポストカードとかの準備をね、しましたよ。楽しみにしてます。これとかどうですかって来たので、うーんだね。 うーん、まだ相談中です。君しか勝たんねし。未来が私、誰
き合うと当たり前になってしまう。愛されるとはわがままの極限。どこまで許されるか試してみたんだ。よそ見してみたりして、だって一番一番大事な君だから、ちゃんともう一度友達に戻れるってそう思ってた。あんなにあんなに心が熱くなった日々よ。君しか君しか勝たん。やっと気づくんだ、心の片隅にぽっかり空いた穴。これからどうすれば埋められるのだろう。今初めてこんなに愛してること分かった。そんな切ない切ない瞳で見ないで、表面上よ涙が溢れそうさ。ごめんねごめんね、全ては僕がいけないんだ。君しか君しか勝たん。押すしかないやん。イエイイエイ。パチ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 。でしたん。ふふふ。ポニテです。今日は どうしようかな。ポニーテールとシュシュ。もう夏終わっちゃう。
ありがとう。リップグロス歌えるかな。
かしら。写真集は表紙が4種類あります。帰り道は遠回り。ふと感じるのは見慣れた景色と違うから、いつもの高架線が見えなくなって、どこにいるかわからない。人は誰も変わることに慣れていなくて、昨日と同じように、今日も明日もここにいたくなるんだ。知らない道、知らない道、しないよ。このままランウェイの標識でも、行くんだ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 、戻れなくても、悲しいけど大事な別れだ。もっともっと広い世界知らなきゃいけない。いつかきっと違う道を選んで、に輝く未来のためと、互いに分かるだろう。風のように、風のように、思うままに過去がどんな眩しくても、未来がもっと眩しいかもしれない。帰り道は、帰り道は、遠回りをしたくなるよ。どこ行けばどこに着くか、過去の道なら迷うことがないから。弱虫、新しい世界へ。
イエイエイ。めっちゃいい。最高。なぜでいいの？
イエーイ。シングアウト。アスカさんの。アスカさんのねメールね購読してるんですけどね、めっちゃ可愛いんですよね。めっちゃ可愛いわ。ここにいない誰かもいつか大声で歌う日が来る。知らない誰かのために
風に乗って飛んで行け愛の歌。一人ぼっちじゃないんだよ。 Say hello, say hello, say hello。 僕たちはここだ。 Start your key。 存在に気づくように振り鳴らせ。仲間の声が聞こえるか。 Bring peace, bring peace, bring peace。 ララ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 ラ。 Happy, happy, everybody be happy。 ララ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 ラ。Happy, happy, you wanna beいい曲。感動しました。エモい。どうしても落ちても君が好き。これ踊れるように寝たいな。難しそうだけど。君がいるとぎこちなくなってしまうようで、僕は僕じゃなくなって自己嫌悪に陥ってしまうんだ。白いシャツがなぜかいつもより眩しく見えて、逃げ出したくなるよ。恋はいつでもある日突然、心の中で鳴る警報器みたいに、目の前の愛しさに立ち止まることしかできないのか。踏切の向こうの君に向かって、ずっと言いたかった僕の想いよ。電車にかき消されたって君に届くと信じてる。どうしても君が好きだ。もし君と出会わずに生きていたらどこを歩いてるだろう。僕はもっと僕らしく何も縛られず自由でいられたのだ。誰にだってなんだって言えるよな。飾ることもない T シャツでいたいな。踏切を渡ろうとしてから遮断機が降りてきて、これ以上君に近づけそうにないんだ。そこにいるのに何も気づかない。君のままで風に乗ってきっと聞こえるだろう。青いシャ
つだって君が好きだ。そろそろ充電切れるかな。前のめりね。やっぱ A メロ、 A メロがちょっといけるかな。でもあれプレイリストに入れてるからな。いけるかな。情熱は大人になるたび聞きます。
パチパチパチ、やったやったいや、練習はしてない、してないか。プレイリストに入れてる。むむ。プレイリストはなんかみんなに聞いたやつ。私の曲は、曲っていうかお箱っていうかは君はメロディーですよ。私のお箱は君はメロディーです。はい、オーディションで歌った曲です。うん、ぜひ歌って。あ、本当ですか。いや、そんなに、そんな うまいとかじゃないですよ。うまいじゃないけどね。カラオケ楽しいな。イントフレ終了。え？魔法に。
二人のフェイバリーソン、なぜこの曲が浮かんだのだろう。突然に愛しさはいつもずっと前から準備してる。ノイズだらけのレディオが聞こえてきたんだ。時を超え君はメロディーメロディー、懐かしいハーモニーハーモニー、好きだよと言えず抑えて。通過しましたね。よく通過したわ、ほんと。よく通過しました。イエーイ。いえ、こちらこそ。ね、面白いわ。審査員の方、一体誰なんだ？
どういう基準か分からんけど、新種の私か、大阪、いや東京の池袋か広島ですね。11月の15と20土曜日です。池袋、そう広島はの方は電話で予約で、池袋の方はローソンチケットなんで予約受付中です。オンライン話し会、お、オンライン話し会も今受付中なんでお待ちしてます。いいですね。新種、私帰ってさらに会えるよ。あ、会えるよ、会えるよ。私がお渡ししますよ。そう、お渡しします。私が2冊券でサインとポストカードですね。サインはそう2冊券で見つけました。マックスとき歌うか、私がお渡しします。先週は11月の15日発売で、イベントは受付中です。予約受付中。表紙4タイプ、季節の
NGT さん、これも歌えるかな。ちょっと歌ってみよう。見つめるのが精一杯、ため息をついちゃえば諦め。
なんかね、本当はね、新潟ね、この曲をする予定だったんですよね。大好きだよ。うん。NGT さんの曲、そうです。ダンスがすごい好き。ね、披露したかったけど、まあ、でもどの曲もね素敵だから。お、ちょっと今20%が来たんで、あと1曲ぐらいかな。ふんふん。ほんま日向さんのダンスがすごい好きですね。めっちゃ綺麗、すごいわ。なんだこれってなったなんだこの音の取り方ってこんな綺麗なんだろうって。うん、ずっと見ときたいダンスだなって思った。あ、じゃあ最後どうかな。あ、バレエやってた。あ、そっか。どうしよっかな。じゃあ息をする心最後歌おうかな。I'm gonna make you mine.
好きだ好きだ声に出してみる君が君が好きだ星空をずっと眺めてるとそう眠るタイミングを失う目を閉じるのがもったいなくて息ができないきっと決まった。よいしょ。それでは今日の配信は終わります。やったん。よいしょ。パチ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 。わ、なんかお腹空いたような。お腹空いた。今変わったか。もも丸くん、かたむつりさん、2学期は学級委員さん、ロックオンさん、ミッドナイトシュガーさん、きちねさん、オーサムさん、タンタンさん、としきさん、F 渋谷さん、流星さん、さとけんさん、台湾のこうさん、ピコタンさん、リンさん、ルーカスさん、コッペさん、キャピさん、ナンバのひさとさん、モテキさん、しんじさん、つりけんさん、まささん、いぬちゃん、せいやんさん、しゅうぞうさん、ふ
フジポンさん、タニーさん、ふたてさま、みかんやさん、ゆういちろうさん、ときわさん、らくらくさん、まいせんさん、ありがとうございます。楽しいカラオケ、楽しいね。イエーイ。ありがとうございました。そう、歌い方時々変えてるの。なんか変え、なんかちょっと変えてる。高い声が出しやすい歌い方と、なんか低い声が出しやすい歌い方が分かってきた。でもこのカラオケ配信がちょっとボイトレみたいな感じかもしれん。あ、お話し会受付中です。お待ちしてます。え、めっちゃいい。このカラオケ配信めっちゃね、あのボイトレになる。ボイトレになります、これは。ありがとうございますね。え、おもろい。うん、16,362。たくさん盛り上がりましたね。ありがとうございます。盛り上がりましたね。なんか言い方が、話し会追加するしかないやん。イエーイ、ありがとうございます。やったね。ほんとよ、無料の。ほんとよね。じゃあ、ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。